笑顔でお願いします。ありがとうございます。どうぞ。昨日ここで写真撮った。そうです、そうです。これできる。まあ、当然プロ1号というのもあるし、決めた時かな。そうですね。東高校の東高校来たの。あ、そうなんですか。もう隣散らして帰ってきました。隣散らして想像つかないですけどね、中島さんが。本当ですか。プロ野球チャンネル、今日はスペシャルバージョンでお届けします。はい、水井デスク。はい、16日に開幕しました創刊150周年、瞬間の記憶スポーツ報知報道写真展。はい、面白かった。恵比寿ガーデンプレイス内の東京都写真美術館で現在開催中。はい、かなり興味深いね、スポーツファン、野球ファンにはたまらない写真150点が展示、当時の紙面とともにね、そうですね、公開されています。いや、面白かったですよね。面白い。うん、16日の開幕に先立って15日には長嶋茂雄さんがご来場されて、ていただいて、もう大満足で帰られましたよ。はい、こちらの展示の方をご覧いただきました。はい、そうっす、うん、もう見ていただきましょう、皆さんに。はい、はい、じゃあそちらの模様もお届けします。はい、じっくりされて、ちょうどね、7月16日の開会に先立って15日のセレモニーでは、はい、長嶋茂雄さんが来場して、吉田沙保里さんとそれから瀬古俊彦さんがそうですね、テープカットをしてくださった、はい、うん、そこで水井デスク取材に行ってきたわけです ね、 そうですね。長嶋さん、まあ、当然このね、瞬間の記憶では約150の写真と、はい、それから当時の紙面をね、こうミックスして、こう本当に昭和、平成、令和のスポーツシーンがね、そうですね、すごく楽しめる内容になってるんですけども、はい、長嶋さんも野球はもちろん、うん、結構いろんなジャンルに興味を示してくれたみたいだね。そうですね、柔道から始まって、はい、大相撲、大相撲、うん、若乃花さんの横綱前の写真とか、はい、あと競馬、競馬、競馬、おー、新山、はいはいはい、三冠馬、地上二頭目、はい、新山、新山。え、中島さん、競馬お好きなんですか？好きだよ。ほう、ディープインパクトもすごかったね。ああ、そう、馬券で買われたことあるんですかって聞こうと思ったけど、聞かなかった。聞かなかった。中山競馬場は行かれたことあるんですね。あ、そうなんだ、はい、へえ、うん、あとはその後にね、箱根駅伝。箱根駅伝ね、はい、うん、結構長島さん好きなんだよね、箱根駅伝ね。そうなんですよ、うん、箱根に毎年、うん、駅伝を見に行かれてたんですって。はあ、そうなん、沿道で、沿道で、沿道でミスターがバスバス旗振ってかかると分かんないけどね。はい、そんぐらい大好きなんですって。あとさ、うん、この私もね、一通り展示見たんだけど、はい、このスポーツの他に女優のコーナーが、これすごい、女優のコーナーこれ何時間でもいられる感じだね。いられました、うん、もう僕も小手川優子さんとか、名取優子さんとか、浅野温子さんとか、温子さんとか、昔の写真めちゃくちゃ綺麗。あれもね、なかなか見応えがあって、いやね、別に俺社員だから言うわけじゃないけど、うんうん、何時間でもいられるよ。いられました。本当に楽しいので。楽しかったです ね、 ね、うん、でその後にさ、 WBC の、まあ、新聞のやつとかあったり、 あ、はい、あと国民栄誉賞の松井さんが投げて、はあ、あの時ね、中島さんがバッターボックスあって、うん、原さんキャッチャーで、はい、安倍さんが、安倍さんがね、うん、今思えばね、本当にすごいシーンだったなと思うんだけども、そう、うん、あの写真の紙面もね、はい、あの飾られて、中島さんも足止められて、あ、うん、しかしさ、水井デスク、はい、中島さんさ、うん、まあ、あの報道陣のリクエストに答えたと思うんだけど、はい、まあ、車椅子から立たれて、はい、結構いい表情でね、写真に、放置カメラマンの、お、笑ってくださいっつって、はい、うん、うん、ニコーって笑って、すげえいい表情だったね。いい表情でした。というとさ、はい、あのやっぱりまあね、この瞬間の記憶、うん、かなりやっぱり長嶋さんの素敵な写真が、はい、ふんだんにね、うん、展示されていたけども、うん、やっぱ長嶋さん喜ばれていた
のかな、やっぱりな。いやまあね、まあ巨人の報道の中で、うん、中島さんがね、カツカツカツっていうタイトルの中で、うん、登場していただきましたけど、うん、その中で最近の中ではやっぱりずっと、うん、巨人の調子に伴い、はい、まあいろいろありますけど、うん、一番興奮されてました。うん、ああ、そっか。めちゃめちゃ喜んでました。いやね、それこそ、金田さんとかもね、はい、あの伝説の4三振デビューの写真から、はい、天山試合の写真、はい、ね、そして、引退の写真から、監督になってからの写真もまたフォトジェニックでね、これがね。そうですね。うん、あれ、僕、金田さんから4三振の写真、うん、僕初めて見ましたけど。あれ、しかもさ、センターから撮ってる写真よ、あれ。ねえ。あれって、うん、全く長嶋さんが崩されてない、うん、タイミングも合ってる、うん、ちょっとバッターの上はボールが行ってる写真。うん、だから金田さんが後ほど、後々、このバッターはすごいバッターになるっておっしゃったんでしょ、うん、そうなんだよ、あの時にね。でしょ、ね、うん、まさにすごいスイングなんだなと思って。いや、プロのピッチャーに端にも棒にもかかんないって言うんじゃなくて、果敢に打ちに行ってんだよね。うん、そうなんですよ。ああ、だから、うわーと思って、三振だけども、いや、やっぱりその後の長嶋さんの活躍につながる、こう、邦画というかね。あのね、一瞬の動画じゃないわ。え？一瞬の、まさにこの瞬間の記憶。あれも写真。あれやばかったよね。写真すごい。ほんとすごいのよ。あと、すごかったのが、長嶋さんが、あれ、サヨナラホームランの、はい、ベースの前で、長嶋さん監督が待たれてるんですよ。あれ、誰でしたっけ、ホームラン打った。スエツさんだね、スエツさん。スエツさん、スエツさん。スエツさんね。ダメでしょ。いや、あれは今だったらアウトだけど、まあ昭和のね、おおらかな。長嶋さんだって本人が言われてましたもん。ああ。つって。俺は、お迎えに行っちゃった。だね、お迎えに、ああ、お迎えに行っちゃって。いや、そういうね、なんかちょっとね、今の時代とはまた違った、本当にこう、国民みんながね、はい、夢中になるプロ野球とか、ね。あとはやっぱこの、その他のスポーツもね、うん、いやー、面白いね。面白い。うん、面白かった。千代の富士さんが、あ、千代の富士、ね。もうマスコミじゃないな、あれ、一般の方か。一般の人たちがさ、もう千代の富士さんのね、ね、この、国技館からの、ね、ね、ね、こう、凱旋を。そこ？いや、蔵前、蔵前。蔵前、蔵前。ええ、うん。もうみんな、あれは当時のさ、千代の富士さんの、この偉大さというか、うん、国民的なスターっていうのが伝わってくるね。はい。うん。あ、そう、吉田沙保里さんも途中で、挨拶しに来てくれたんですよ。あ、そうか。はい。うん、その後、ちょっとテープカットとか、はい。いろいろやっていただいたんですけど、うん、中島さんに挨拶しに来たんですよ。ほうほうほう。さあ、水井デスク。はい。ね、大変この、瞬間の記憶、うん、ね。スポーツ報知報道写真展にエキサイトしてくださった長嶋さんですけども、はい、もうね、チームの現状に関しては、いや、そこにねなるとね、うんうん、やっぱちょっと寂しそうでしたね。ああ、そっか。心配しましたね。うん、だからまあ僕も心配だったから、はい、ちょっと長嶋さんともちょっとお話しさせていただいて、うん、はい、やっぱりねこういう時こそ打ち合えって言ってましたよ。うん、あ、そっか。うん、打ち合ってとにかくバッターで、うん、はい、勝ってピッチャーを、うん、ピッチャーが調子が良くないんだから、うんうんうん、そのピッチャーが何点取られようと、はい、俺らがその上を行くんだっていう、うん、こういうということね。そう、うん、昔は長嶋さんも、うん、今日俺らね、お前ら別に4点までも抑えてくれって、はい、そしたら俺ら5点取るからおーほーほーっていうことを、うん、ナインに言ってたんですって、うん、なるほどな、うんうん、だけど、まあ今はね、うん、ちょっとどうしようもない時期ですから、はい、で僕が岡本和真の4番ほうね、まあいろいろコメント欄とかに、うん、ちょっと厳しい声もあるんですけど、そうですね。うん。4番って監督だったら外されますか、はあ、どうしますか、うん、って聞いたら、うん、絶対外しちゃダメだ。はあ、そっか。僕もそうですっつって。はあ、同じですっつって。なんでお前、三井デスクの主観はいいよ。岡本和真、手番、そっか。出すなっていう。第89代、ね、はい、読売巨人軍4番。うん、うん、そっか。そうですね。こんな時こそでもね、やっぱり、和真選手のバット。はい、ね。復帰。我慢だっつって。そう。ね。復帰してほしいという、この願いね。絶対彼は大丈夫だ。はい。絶対打つって。届いてほしいと思います。はい。はい。ね。まあ今、ね、状態は良くないですよね。はい。良くないけども、明るい兆しも出てますから。うん。そうですね。井上春人投手。はい。いや、素晴らしかった。あげましたよ。なあ。
もう相場がすごいね。堂々としたもんだ。さすが水井デスク一押しだったもんね、ずっとね、高校時代から。よかったね。サイニング。いや、そういう意味ではね、若手がどんどんチャンスだし、うん、はい、ね、もう、大いに、怖いも知らずでね。今日は菊田広和選手上がってますから。そうだね。ね、バレンティン。バレンティン。上層のバレンティン。ね。まあ、そう。はい。堀田健信投手も、うん、良かったですから、昨日。ね、ファームで良かったですからね。4回も失点ですから。うん。はい。というところでは、はい、どんどんね、これをむしろチャンスと捉えて、若い力には出てきてほしいと思います。新戦力が出てくれば、後半戦も、また違った楽しみができる。そうだよね。うん。うん、まあ、もつれるだろうから、戦力、ここからね、はい、まあ、一つ、CS 争いっていうところも、白線すると思うんで。はい、そうです。うん、さあ、水井デスク。はい。7月16日、こちらのね、東京都写真、美術館で、はい、スタートしましたね。高橋由伸さん、ね、お招きして、喋りましたね、僕らね。トークショー、ちょっと喋りすぎちゃったな。かなりね、盛り上がりました。ご来場いただいた皆さん、はい、本当にありがとうございました。暖かくてね。うん。来ていただいた方々。ね。本当に。いや、しかし、ちょうど水井デスクね、はい、吉野さんも語ってました。はい。あの時の、13連敗の、裏側。ね。辛かったな。うん。そうですね。まあ、吉野さんも今となっちゃ、はい。別に全然いい思い出じゃないですよ、うん、けどもいずれ、うん、ね、また指導者として呼ばれた時のためにも、はい、教訓としてもね、教訓としてね、そう、その時のことをきちんと記憶して、うん、ね、そうなんです、真正面から捉えて、そうです、うん、だからあえて吉野さんは口に出すんです。そうなんだね。そうで、トークションも、うん、もう隠さず喋ってくれたじゃないですか。そうだね、うん、というところでは長嶋さんがさ、はい、その13連敗の途中に、うん、監督室に怒鳴り散らして帰ってきました。怒鳴り散らして想像つかないですけどね、長嶋さんが本当ですかっていう話は、うん、なかなかもうにわかに信じられないような話でした。長嶋さんはでも本当にもう心配されてて、うん、そうなんだな、吉野さんのことをすごい心配されてたから、うん、あ、うん、だって長嶋監督、吉野さんが新人の頃なんて、うん、本当に吉野って、そうだよね、言ってた方だから、うん、まあ、それはもう親が子供を見るような感じですよ。そうなんだろうね、きっとね、はい、というところでは、うん、次回の配信でしょうか。次回ね、うん、今編集中ですから、ね、編集中で、はい、そんなにおかしくないですか、これ。こうなってますよ。めちゃくちゃまだ寒くて、坂本隼人、はい、ショートずっともうジャイアンツ、ショートは坂本隼人。あ、なんかある程度の年齢になると、はい、今の監督時代の写真あんまりなかったな。はい、その時の特集の模様もね、はい、ぜひ、YouTube の方で配信していきたいと思いますので、はい、こちらもぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。楽しみにしてくださいね、はい、はい、ですので本当に7月31日まで、19日火曜日が閉館になってますので、そこだけお気をつけて。もう行きましょう、僕は。俺も行く。うん、いや、入場無料ですから、ね、ぜひね、スポーツファンの皆さん、特にプロ野球ファンの皆さんは、はい、本当必見のこの150倍、ぜひご堪能いただいて、ね、感想などもぜひね、お聞かせいただければと思います。皆さん、写真展で会いましょう。はい、それではチャンネル登録もよろしくお願いします。会いましょう。